ジョージ・ W ・ブッシュ大統領との会談、横田・咲恵は、北朝鮮による、拉致被害者である、横田・恵の母。夫は、横田・茂。福音派の教会に所属するクリスチャン。京都府京都市生まれ。1963年に、横田・茂と結婚し、1964年10月5日に、名古屋市の精霊病院で長女、恵を出産。 その後、双子の息子を出産し、横竹は5人家族となる。1976年7月23日、日本銀行の行員であった夫の転勤に伴い、広島から新潟市に一家5人で転居する。1977年4月、めぐみが新潟市立より中学校に入学し、バドミントン部に所属する。 1977年11月15日、めぐみが、より中学校からバドミントン部の練習終了後の下校途中に失踪する。同日午後9時50分、新潟県警察に捜索願いを提出し、捜索を開始する。同年11月22日、公開捜査に踏み切り、新潟日報や毎日新聞で報道される。1年間で、 延べ3000人の捜査員を動員して、捜査をするが、行方の手がかりがつかめなかった。その年から、夫と共に、恵みの創作活動を始める。生死もわからず、何の手がかりもない中で、先へは、新聞の群衆写真や、雑誌のグラビアなどに、恵みと似た女性が写っていると、新聞社に問い合わせしたり、 写真の女性がいる場所を訪ねたりさえするほど各地を必死に探し回った。近所に住んでいたアメリカ人のマクダニエル宣教師が失踪事件のビラを作り新潟港で配っていた。1978年2月頃、娘の行方不明で悲しみの中にある時に友人に呼ぶ記を読むように勧められる。予武器に感銘を受けて聖書を読むようになる。そして、 マクダニエル宣教支度で行われていた聖書を読む会に出席するようになり、イガラシキリスト教会の礼拝に出席するようになる。後に、マクダニエル宣教師の影響を受けて、キリスト教に入信する。1980年1月7日から1月9日に、産経新聞社会部の安倍正美記者が、日本海沿岸を中心に起きた、千村康氏 浜本吹恵、市川周一、増本ルミコラの蒸発事件には、外国の情報機関が関与している疑いが強いと書いた新聞記事を横田夫妻が読み、産経新聞新潟市局の市局長に面会し、娘の失踪事件との関連性を尋ねたが、関係性は否定された。1983年6月に東京都へ転居。1984年に、 日本同盟、キリスト教団、いガラシキリスト教会で、チームのマクダニエル宣教師より洗礼を受け、娘のために祈り続ける。その後、前橋市に転勤して、1993年の、夫の定年退職後は、一家で、川崎市に定住して、日本福音キリスト教会連合の教会に所属。1996年10月号で、石高賢治の書いた記事が、 現代、コリアに掲載された。このことが、発端になり、1997年2月号の、アえラ産経新聞などで取り上げられた。この記事を、高瀬人氏が、安脇神に確認し、恵みが拉致にあったことが判明する。横田夫妻のもとに、参議院議員、橋本厚の秘書、兵本達吉を通じて、1997年1月21日に、 長女、めぐみが北朝鮮に拉致されているという情報が伝わり、横田茂が議員会館で詳しい情報を聞いた。その頃、先へは何も知らないまま、千葉におけるキリスト教の集会で、せめて娘がどこにいるのかだけでも教えてくださいと、仲間と共に祈っていた。帰宅後、茂から、 今日入った情報について聞かされ驚くとともに、生きていたのね、めぐみちゃんと、失踪から19年目にして、初めて希望を見出す。この日の情報をもとに、めぐみさんを救う会が結成される。その後全国23カ所で、救う会が結成される。1997年3月14日、ソウルに行き元北朝鮮工作員の安明心に、めぐみの消息を聞く。 この時、横田夫妻が持参した多くの写真のうち、拉致の約1ヶ月前に、新潟空港で、しげるが撮った恵みの写真を見て、安脇氏はこの写真が自分が北朝鮮で見た女性と一番よく似ていると証言した。新潟を訪ねてきた、しげるの父親が北海道に帰るのを一家で見送るために、新潟空港に行った時の写真だ。この時の写真が、 拉致前、めぐみが日本国内で撮られた最後の写真でもある。初めて髪を短くした直後でもあり、この写真の顔が先へにとっては、その後探し求め続ける娘めぐみの面影となった。韓国から帰国後の3月25日に北朝鮮による拉致被害者家族連絡会が結成される。2000年5月、命の言葉社のチャペルが提供され、 東京で毎月行われる横田咲江さんを囲む祈り会が開始される。十数名から始まった祈祷会であるが、シャペルは満員になった。2001年11月アムネスティ・インターナショナルのインターナショナル・ジャスティス・ミッションにゲストとして招かれる。2002年9月17日、日朝首脳会談が平壌で行われた。その時、梅本和義中英講師が、 めぐみの娘とされている、キムヘギョンに面会した。北朝鮮政府が拉致の事実を認めて謝罪して、拉致被害者の安否の情報を日本政府に伝えた。その際、外務省のイ倉クラに集められ、福田康夫官房長官と、植竹茂外務副大臣より、めぐみが死亡しているという北朝鮮の情報を宣告される。また、めぐみが結婚して、 娘のキムヘギョンを産んだと伝えられる。ここからマスコミの冷たい反応が変わったと言われる。9月18日、横田夫妻と息子たちを呼び、ハスイケケが梅本和義中英講師から説明を受けるために外務省に出向いた。そして政府が恵みの死亡情報について何の裏付け作業もしていないことを伝えた。10月2日、政府調査団による 現地調査報告書を受ける。政府調査団が持ち帰った、キムヘギョンの血液と横田夫妻の血液とめぐみのへそのを DNA 鑑定した結果、10月24日にめぐみとキムヘギョンの血縁関係が証明された。2004年5月22日、再訪朝した小泉純一郎首相に北朝鮮は、死亡とした拉致被害者たちについて、 再調査すると約束。その結果、11月に、平壌で行われた、日朝実務者協議で、めぐみの夫だったという男性が、横田めぐみの遺骨を提出したが、それは、約1ヶ月後、日本側の DNA 鑑定により偽物だと、判明した。2006年4月28日、ジョージ・ W ・ブッシュアメリカ合衆国大統領と、会談。 横田めぐみの死亡説を否定して、夫と共に娘を含めた拉致被害者の奪還ための活動を続けていた。2020年6月5日、夫の茂が老衰のため死去。ブルーリボンイーの理解は、全国各地、香港、米国、欧州でもなされ、2008年の時点で500人以上の参加者がいる。ありがとうございます。